さんこんばんは。夜分遅くまで、映画をご覧になっていただいてありがとうございます。今日のトークゲストは、新倉真由美さんです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。新倉さんは8歳の頃からバレエを始めて、その後、上海の万博で踊られたりとかいろいろとされて、まあ、今回の映画に出演していただいたんですけど、新倉さんの方から自己紹介というか今回の映画に出会ったきっかけをお話しください。すいません、座らせていただきます。今回の映画と出会ったきっかけ。それはですね、私はずっとバレエと関わっておりまして、そのことを話してみないかというので、母校で公演ってパフォーマンスの公演ではなくレクチャーの公演をする機会がありまして、公演をしたところ、そのお客様の中に今回のこの映画のプロデューサーの方がいて、そのバレエをモチーフにした映画の企画を持っていらっしゃるという話を伺いました。それで、何かその子どもたちに振り付けをするとか、何かスタッフとしてお手伝いできるのではないかなと思っていたのですが、それがなぜか出ることになったような次第でございます。新倉さんは8歳の時にバレエを始めて、途中でバレエを中断されたというお聞きしたんですけど。ですね、もう本当に出会った日からもうなんか恋に落ちたように、本当にこう踊りの虜になってしまって、でこう踊り付けになっていたのが、私の両親のこうなんていうんですかね、こう教育方針と違って、一言で申し上げると反対されて、中学に上がる時に辞めることを余儀なくされました。先ほど聞いたんですけど、中学1年から高校3年までバレエをやらないわけですよね。全くやってないんですか。だから中学1年から高校3年というと最も美しくね、最も輝かしい時期だと思うんですけど、その時期に自分がやりたいバレエをやらずに断念して、それは今でもやっぱり自分の中にこうどんな思いで残ってますか。それをとてもですね、本当にその6年間は辛くって、もう見るのも辛いし、なんかこうもうなんかこうふうにしてたんですね。今監督がおっしゃったみたいに、中1から高3っていうとこう体もできる時で、そこの6年間のブランクって言ったらもうちょっと致命的になってしまうのは分かっていたので、とっても辛くて、こうでもこう潜在的に踊りたくて、しょっちゅう本番の夢とか見てもこうなんまた見ちゃったみたいな感じ でした。なんか他にも同じぐらいなんかこう夢中になれるものはないかなと思って探したんですけど、何をやっても満たされなくて、やっぱり そういう意味ではこの映画の中で子供にねバレエを教えるシーンがありますけど、その子供のことを思えば自分がそのバレエを断念したというか、その期間ね、そういう分では思い入れもまた格別なものがあるかもしれないですね。踊りを教えてるシーンにではね。僕は新倉さんと一緒に今回仕事をさせていただいて、大変こうストイックでね、真面目で、その本当にこう一つの世界をずっとこう深くこう突き詰めていくというか、深く探索していくような僕はアーティストだと思うんですけど、純粋というかすごいピュアな魂を持った僕はアレジーナでありアーティストだと本当に思うんですよね。で、それはおそらくその中学1年から高校3年の間の そこだけがその断念というかね、断絶というか大きな溝があると思うんですけど、それをこう何かうずめようとね、もしかするとして、今そのバレエをね毎日踊ってるっていうこともありますか。はい、おっしゃる通りで、なんかそこの空間っていうか、こうずっとこう潜在してたけど踊りたいっていう気持ちがあったので、結局大学に入ってアルバイトしてお月謝を稼げるようになって、それでまた先生のところに戻って再スタートしたんですけれども、その6年間のこううつうつとした思いがあって、
だからこそずっと踊ってこられたんだと思うし、こう、まあ、何でもポジティブに考えたいっていうか、もしもずっと小学校からずっとずっとそれこそステージママみたいな方がいてコンクールバンバン出てみたいな風にしてたら高校ぐらいで燃え尽きちゃったかもしれないなって。だから私には辛かったですけど必要な空白期間だったかなと。それがなかったら結婚したら辞めてたかもしれません。まあ、映画の中で砂上の、ね、バレエのシーンがあるわけですけど、あれはやっぱり砂の上で踊るっていうのはどういう、その板の上で踊るのとどう違いますか？はそうですね、すごく面白いっていうか、すごくいい経験でした。なんていうかな、本当に自然と一体感があって、そうですね、床の上以外で踊ったことってあるかな。それはもう素晴らしいあれでした。あれはその年のその前の年に踊った作品で、どこかではお話ししたんですけれども、降り注ぐ花びらの下にって言って、こう 花びらをこうやってすくう踊りだったんですね。でそれが多分砂をこういうふうにやるので、きっとこの踊りならここで再現できるかなと思って、監督は本当はインプロビゼーションで即興で踊ってくださいとおっしゃったんですけど、そうするとなんか大変陳腐なものになってしまう気がしたものですから、私のすごく思い入れがあって踊り込んだものを踊りたくて作品を選びました。で確かにもう砂の中で足がズズズズって沈んでっちゃった、埋もれてっちゃったり、いろいろそういうこう普通ではありえないこともあるんですけれども、それより何よりこう波の音がザーザーってしてて、それはもう本当に至福の時でした。あれ相当きっとご覧になってこう、ね、すごく海に近いように映ったかと思うんです。結構海とっていうか距離があって、ちょうど、ね、波打ち際ぐらいのところですね。新倉さんの方はそういうバレもしかするとね、中学1年の時にバレエをやめてなければバレリーナの道もあったかもしれないですよね。でもいろいろあって、それが糧となって、今回の映画に、ね、出ていただいたわけなんですけど、ちょうどその映画の中でね、ドレスがね、ドレスでしたっけな、赤いピンクのね、ピンクのドレスをこう、あれバレエの衣装ですよね。それを砂の中に私が埋めたいと思ったらですね、こうもう涙を流したと思うんですけど、すごく嫌そうで、で、その嫌なものをやっぱりうずめなければ面白くないので、ね、どうしても僕は それで意地悪したわけじゃないんですけど、最も大切なものを僕はうずめてほしいと思ったのでね、あの時は本当にもう拒絶だったと思うんですけど、あれはどんな気持ちでした？すごい喧嘩しました。そうですね、抵抗というか、何その音するんだろうっていう感じでしたもんね。あれはジュリエット、ロミオとジュリエットの衣装で、とっても私の思い入れのあるもので、でその母親の思い出がこう砂から出てくるんであったら、トーシューズでもいいんじゃないですかとかいろいろ言って、なんかやっぱりこう大事なものがこう砂の中にっていうのはちょっとすごく私には抵抗はあったんですけど、でももう。その衣装でなければ成り立たないって監督におっしゃられたので、最後は納得しましたが、少人数で作った映画なんですけど、僕はその映画の中にこう最もその人たちが大事なものを生贄というか、なんか大事なものをその捧げるっていうことにこだわってまして、三浦さんの場合はやっぱりその一番大切なものを埋めて、それをまた発見してそういうふうなことでもあれを使わせていただいたわけですけど、一番こう大事なね、そのバレエを踊るということをね、短い時間だったんですけど、その映画の尺の中ではそれを出したということは、とてもこの映画にね、すごいこう、崇高なその雰囲気を出してくれたのでとても感謝してるんですけど、演じてみてそういう女優としてね、初めての映画体験だと思いますけど、どんな感触を持たれましたか？すっごく面白く、バレエとあまりに違うことが多くってすごく面白かった。一番面白いっていうか感じたのは、バレエはもう立っちゃったらもう走るしかない、舞台に立っちゃったら、で曲がかかったらもう途中で何があろうが3分だったら3分の踊りを踊るしかないですよね。だからうん、
まあそういうものですよね。だけど映画はあの早いカットって言って何回も何回もできますし、あのクローズアップもできるし、引きもできるし、あともしかしたらこうシワ取るとか、ね、いろんな細工ができる、なんかそう全然そう違う手段だっていうのも面白かったし、あとバレエだったらあの巻物って一つの作品を踊るんだったら、自分がここの役しか出なくっても最初から全部ストーリーが分かってて、その順番にこう進行していくんですけども、映画の場合はあ今日は死んでます、今日は生き返ってますみたいな時系列でないので、それもすっごく戸惑いましたけど、生きたり死んだりしてましたよね、私。そうですね、すごくだからそれを映画は監督のものっていう意味がわかる気がしました。それ私たちはこう言われてるままに演じたものをこうパズルみたいに作ってくださるんだな、パズルというか彫刻というか、まあ、その生きていくといろんな喜び悲しみ喜怒哀楽いろいろあるわけですけど、そのロケの時は、まあ、2週間ほどだったんですけど、ずっと演技のことを考えてましたね、ニクロさんの場合はね。どういうふうな印象が僕はあるんですよ。一つのことをずっとこう考えてきて、深く深くこう考えていくことを人なので、そういう人は、まあ、本当正直言って僕はすごく好きなんですよね。まあ、そういうことやってなくてね、まあ、俗世間のことをいろいろ考える人もいるわけですけど、ニクロさんは本当に真面目というかね、そういうのはすごく僕は嬉しいなというか、そういう方が今回出ていただいてとても感謝してるんですけど、なんか自分がその演じててね、まあ辛いなとか、なんかそういうこうなんかそういうことを感じたことありますか？水が冷たかったので、辛い、真面目っておっしゃったけど、器用じゃないんですね、私。だから本当器用じゃないから、いっぺんにこう同時進行でいくつものこともできないし、一つのことをやってても絶対パーフェクト、もう舞台なんて一生でよくできましたっていうことは一回もありえないから、あれ何を私なんだっけ、だからこう人の倍3倍ってやんなくちゃと思ってるだけ。ニクロさんのね、お父さんは1940年にハリウッドでね、アカデミー賞、日本アカデミー賞じゃなくて米国のアカデミー賞の脚本賞の候補になった、ね、作品にお出になって、もう10本ぐらい出て、まあ、早川雪舟みたいな、ね、ところにきっと行くんだろうと思われた矢先、まあ、強制収容所にね、第二次世界大戦が始まって、でそこに行かざるを得なくなって、まあ、そのまま帰国ということで、まあ、ハリウッド俳優の夢を断念することになるわけですけど、まあ、そういう意味ではね、ニクラさんがね、父親の夢を僕の映画で実現してくれたら嬉しいなと思うんですけど、これからの女優としてのこう思いを、それは分からないんですけど、父の映画を見た時は本当になんか私だから結婚前なので、私など影も形もない、若かりし父は本当に画面の中で蘇って声とか聞いたら本当に感激して、だから本当に映画ってそこを切り取って、そこにタイムスリップっていうか、そこにこう留められるんだなっていうのはすごいことだなと思ったのと、今回本当にこのような経験をさせていただいたことで、自分の父親をもう父は逝去しましたが、なんかこう今までと違う身近な感じもしましたし、なんかこう追体験じゃないけど、なんかもしも、まあ、ずっと撮影中も父のことを思ってましたね。でもし生きてたら一番最初に見てほしかったしと思いました。ご質問もしありましたらぜひお寄せください。そうですね、また話してる途中でもありましたらぜひお伝えください。ニクラさんは映画にね、まあ、出演をされて、で今回スクリーンで見てみて、映画っていうのはどういうふうにこうそのニクラさんの中では捉えてますか、映画というものの魅力というか。ですから今申し上げましたが、なんだろうな、私たちは素材なので、その監督さんがこう それをいろんな風に作り上げて、世界を作り上げていくものなんだなって、踊りはもう全部が見えちゃう、その人の人生まで見えちゃう
し、さっき申し上げたみたいに踊り出したらもうとにかく最後まで踊らなきゃいけないけれど、その辺が映画っていうのはフレキシブルっていうか、こうもっといろんな可能性があるので、あのこう自分が素材になってなんか参加できたのはすごく嬉しかったです。サンプラザでね、8月に